バルブスオフィシャル YouTube チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。バルブスギターのジャンです。本日はですね、マイニューギアをご紹介したいと思います。というわけで、本日ですね、マイニューギアということで、ツイッターね、見てくれてる人は、先にね、ケースの写真と、あとちょこっとだけね、音を、聞いてるかとは思うんですが、ついにというかね、もともとね、すごく好きなギターで、以前ね、所有してたりなんかもしたんですけど、その当時は使いこなせなくて、手放してしまって。いろいろなね、タイミングとか重なってですね。で、また、もうこれじゃんっていうね、素敵な楽器にもね、ちょっと出会えてしまったりとか、いろんなタイミングがですね、重なりましてですね、マイニューギアとなりました。簡単に紹介をしていきたいと思います。はい、それでは、お見せします。どっと。こちらですね。まずケースですけどね。なんかケースはね、年代が別のものということなんですけどね、かなり。なんかステッカーが貼ってあった跡みたいなのがね、あったりしてますが、非常に年季が入ったケースです。もしかしたらね、このケースを見て、ピンと来られる方もいるんじゃないかと思いますが、それでは。開けたいと思います。さあ、開けます。いや、行きます。もったいぶらないでって声が聞こえるような気がするんですけどね。行きます。オープン。ドーンと。はい、ファイヤーバードです。はい、1964年製ファイヤーバード1の結構モディファイね、されてるものですね。はい、かっこいい。これね、塗装はオリジナルということです。はい。もともとね、ファイヤーバードのね、このタイプ1はリアにミニハムがね、ここ一発乗ってるやつなんですけど、これはね、同年代、1960年代中期頃の B92 発に交換されてます。で、ブリッジもね、ビグスビーが後付けになってます。もともとね、この埋め跡見る限りね、ストッテールピースもついてたみたいなんですけどね。はい。で、フレット、ナットは交換済み。しっかり高さがあるんでね、そのまんま弾けます。はい、ペグは当然これね、バンジョーペグですね。はい、これね、ファイヤーバードあるあるですよね。もうペグが立ってケースね、こうボロボロになっちゃうっていうね。はい、こんな感じですね。めちゃめちゃかっこいいですね。これね、当時の塗装なんですけどね、かなり綺麗に残ってますよね。ギブソンは塗装強いんですかね。かなりいい感じにレーザーチェックが入ってます。はい、ちょっと裏側行ってみたいと思います。裏はこんな感じですね。めちゃめちゃ綺麗です。全然塗装のへたりはないですね。ほどよくね、引き傷なんかもついてて、はい。でも引き傷って考えるとね、意外と綺麗に扱って来られたギターなんじゃないかと思います。はい、めちゃめちゃ綺麗ですね。はい、いい感じです。
まあね、これ眺めてばっかりいないでね、早く音を聞かせろなんてね、気がするんで、弾いてみたいと思います。というわけで、これね、音出していきたいと思うんですけどね、まあアンプはね、マーシャル使って、それ直で行ってみたいと思います。あ、でもね、ちょっと先にね、生音、わかるかな？こうね、もう、やっぱね、生音がね、もう、こう全然違うんすよね。ソリッドボディのはずなんですけどね、非常になんかこう木の鳴りっていうかアコースティックな音がします。はい、なんか奥行きがある感じですね。まあそれがあのビグスビーつけてるせいだったりするのかもしれないですけど、少しねこの共鳴部分が増えるんで、はい、まあでも何にせよね、いい音なんですよね。生音も結構いくらでもね弾いてられちゃう感じですね。はい、ネックはね、意外とあの、ファイヤーバード、最近のやつは結構あの、スリムなネック、あの、薄めっていうんですかね、ギブソンの中では、が多い印象なんですけど、これは結構丸太系っすね。丸、まん丸。幅もしっかりあって、このボリューム、このカーブのボリュームがこう、薄い感じではなくて、なんかこう、しっかり丸くなってる感じ。変にこう、台形みたいになったりはしてる印象ないですね。うん、なんかすごく握りやすい、持ちやすい感じですね。はい、まあごちゃごちゃ言ってないで早く弾けっていう感じだと思うんで、行きたいと思います。では、
とりあえずね、ピックアップ変えつつ、いろんなポジションで弾いてみましたが、いやー、なんでしょうね。無限に弾いてられる感じ。はい。気持ちいいっすね。まあ、ちょっとこれまだね、ちょっと自分好みのセッティングに調整に出してないので、あれなんですけど、それでもね、めちゃめちゃ弾きやすいし、音太いし、かつね、このなんだろう、太いんだけど、しっかりエッジがね、出てる感じで。特にこのフロントのね、低音源のローポジションの音なんかはちょっとやばいっすね。もう怒らないで、ちゃんとこう、芯が太いんだけどそのまま前に出る感じで。これもそのままだってフロントでバッキング、リフとか弾けちゃうなっていう、むしろ若干こうね、ぶっとい悪いの、ワイルドな感じ、悪い感じとか出せるんじゃないかなっていう感じですね。はい。たまらんっす。とりあえずね、簡単に音をね、出してみましたけど、いやー、出会ってくれてありがとうって感じっすね。いや、本当に。でもなんでファイヤーバンドなのっていう、人もいるかと思うんですけど、実はね、昔からね、ファイヤーバードは憧れというか、単純に、かっこよくないですか？これ、このギター。これやばいっすよね。まあそういうのもあって、なんか誰が使ってるとかそういうのも特になく、単純に楽器としてすごくもともと好きで、で、バルブスの初期も、実は使ってたんですよ。はい。まあそれは当然ヴィンテージなんか買えなかったんで、リーシューですけど、でも当時は全然まあまだね、音作りとかもね、全然上手じゃなかったですし、なかなかうまく使いこなせず、なんかサウンド合わないね、みたいな感じで、こう、結局手放してしまったりして、はい。で、ストラト使って、で、ね、アコギも弾いたりなんかして、はい。で、今、レスボールっていう形に落ち着いてはいるんですけど、これね、やっぱね、なんでしょうね、探していると、見つかっちゃうんですよね。また、いいタイミングでいろいろね、重なって。で、あれっつって、これは、行くしかないんじゃないみたいなね、タイミングが来ちゃうんですよね。骨董的価値で考えるとフルオリジナルの方がもちろんいいんですけど、僕らプレイヤーなんで、結局見て重なって楽しむわけじゃなくて、やっぱ楽器としてね、使用するんで、そうなってくると、どうしても当然弾いてればフレットは減りますし、ナットだって下手ってくるし、ね、この辺のブリッジのコマですとか、あとはね、このボリュームとかね、この辺のポット類、あとはジャックとか。まあ、場合によってはあれですよね、そういうこと使っててネックが折れちゃったりとか。はい。まあ、とにかくいろんなトラブル、絶対使ってると起きるトラブルっていうのはあって、で、やっぱそれがね、交換されてる、もしくは修理されてる、もしくはその前のオーナーの好みにこうね、改造されてるものっていうのはね、なかなかね、やっぱね、出てこないんですよね。そもそも弾数が少ないと言いますか。まあなんでかっていうと、まあ当然なんですけど、プレイヤーの人が使ってるんで、持ってるんですよ。使ってるんですよね。当然。自分好みに改造したものなんで。なので、なかなかこう、市場に出回りづらいと言いますか。そんなにこう、弾数がない。特に、ファイヤーバードは、製造してた期間が非常に短いので、はい、63年から69年、6年間ぐらいしか作ってなかったものなんでね、はい。まあ、そもそも数もそんなにないっていうので、最近はもう全然レジマートとかにも、いわゆるこのプレイヤーズコンディションのヴィンテージっていうのはなかなかこう出てきてなかったんでね、まあ、非常にいいタイミングで、あれ、見つかっちゃったななんていう感じで、はい、でしたけど、はい。やっぱりフルオリジナルの楽器を手に入れたとして、不具合が出ましたってなった時に、交換するかどうするかでめちゃめちゃ迷うんですよね。僕はフルオリの楽器は持ったことないのであれですけど、まあ、絶対悩むなと。もうこれは確信できるので、はい。まあ、なんでかって言ったら当然価値のあるものなので、交換をするとやっぱりそのね、価値が下がるっていうところでね、やっぱりどうしようって思う人ってすごく多いと思うんですけど、だそういう意味で言ったらもう、初めからこのようにね、
これなんかだったら、もともとね、リアにピックアップ一発ですけど、まあ他のモデルみたいにね、ピックアップ増やして、まあ、いわゆる実用的なモディファイスですよね。はい。リアだけよりもやっぱフロントあった方が、いろんな音出るし、やりやすいでしょうと。で、まあ、P90 が乗ってるのに関しては、多分、これを改造したオーナーの方のね、好み、音の好みだとは思うんですけど、まあ、僕の好みもぴったりですわって感じで、はい。まあ、ミニハンもね、すごくいいんですけど、いや、P90 ね、いいっすよね。すごい好きなんですよね、このピックアップは。でもね、このギター弾いてても P90 のイメージはさらに良くなりましたね。はい。あ、こんなこともできるんだっていう感じで。はい。オリジナルのね、やつだとね、ちょっともう、ここ2、3年でね、ちょっと信じられないような価格の上がり方をしちゃって、まあ、買えねえなっていう感じになってきちゃってるんでね。はい。そういう意味では非常にラッキーなタイミングで、素晴らしいギターに出会えたなっていう、はい、感じで、はい。ほんとラッキーです。はい。まあ、これね、ちょっとまたね、メンテナンス出して調整してね、自分好みの感じにセッティングができたら、また改めてね、ちょっと、ファズとのね、相性とか。まあ、ファズもね、シングルなんでね、気持ちよく、ある程度ね、乗るんじゃないかと思いますけど、まあ、ちょっとパワーがね、しっかりあるんで、セッティングとかは考えないとなっていう感じですけど、はい、元の音がね、非常にいいんでね、かっこいい音出るんじゃないかと思ってます。はい。まあそんな感じでちょっと今日は喋りね、なんかグダグダ長くなってますので、この辺で切り上げたいかと思います。はい。それでは引き続きですね、チャンネル登録、高評価とか、高評価等もですね、よろしくお願いいたします。まあ今後はね、このギターね、ちょっとライブで使うかはちょっとまだ悩んでおりますが、はい。勇気が必要なので、はい。ただレコーディングではね、もうほぼメインとして多分活躍してくれるはずなんで、はい。楽しみにしていてもらえればなと思います。はい。それでは、バルブス、ギターのジャンでした。バイバイ。イエー。